ウィリアム・セオドア・ウォルトン3世は、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。カリフォルニア州ラメサ出身。NBA のポートランドトレイルブレイザーズなど3、チームに所属した。身長211センチメートル、体重95キログラム。ポジションはセンター。1993年に、殿堂入りを果たした。サクラメント・キングスで、ヘッドコーチを務めているルーク・ウォルトンの父親である。 大学時代は名称ジョン・ウッテンの下、UCLA を二度の全米制覇に導き、3年連続で最優秀選手に選ばれるなど、スター選手として活躍した。大学卒業後、1974年の NBA ドラフトで全体の1位指名をポートランドトレール・ブレイザーズから受け NBA 入りした。ブレイザーズでは年々成績を伸ばし、 3年目の1976から77シーズンには、平均18.6得点、14.4リバウンド、3.8アシスト、1.0スティール、3.2ブロックを記録し、リバウンド王に輝いた。また、オールスター、オール NBAND チーム、オールディフェンシブ 1ST チームにも選ばれた。プレーオフでは、カリーム・アブドル・ジャバーのいたレイカーズを4から0で破り、 NBA ファイナルへ進出。フィラデルフィアセブンティー・シクサーズにも4から2でセリー勝ち、ファイナル MVP に選ばれた。翌1977から78シーズンも、得点とアシストで自己最高を記録するなど活躍し、オールスター、オール NBAND チーム、オールディフェンシブ 1ST チームに加え、シーズン MVP も受賞した。プレーオフでは、 怪我により2試合しか出場できず、シアトルスーパーソニックスに2から4で敗れた。その後のウォルトンは、怪我により、調子を落とすようになり、サンディエゴクリッパーズを経て、1985年9月に、ボストンセルティックスへ移籍した。1985から86シーズンは、自己最多の80試合に出場、シックスマンとして、チームを支え、シックスマン賞を獲得した。 プレーオフでは NBA ファイナルに進出し、ヒューストンドケッツを破り優勝した。翌86から87シーズンは、怪我で10試合の出場に止まり平均得点は2.8得点まで落ち込んだ。プレーオフではチームはファイナルに進出したが、ロサンゼルスレイカーズに惜敗した。現役引退後は解説者として活躍している。1993年に、 殿堂入りを果たし、1996年には NBA50 周年を記念した50人の偉大な選手の一人に選ばれた。彼はその怪我の多さから現役時代メディカルビルの異名を頂戴し、出場468試合と殿堂入り選手の中で最も出場試合が少ないことでも有名である。 b a s k、r、e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。